前のなんかあっちのもう爆弾が爆発するやった気がするけど、なんか番号がでも違うんですよね。うん、いやなんか B な、あっちの展開からしても B な気がするけど、ちょっと待って、これワゴンにしてもあっちたちは変わらへんのかな。変わっとるやんか。わお、なんて細かい。いや我々そこまでバッドエンドいろいろ見たいわけではないんでございますけど。そうか、まあ見ましょうか。そうな。あー、なるほど。刑事さん、飛ばせる。はい。あっちはぐるっと周りを見渡したが、どこにもそんな場所はなさそうだった。爆弾が隠せそうなところ。いいですか、うん、はい。で、ワゴンか。あ、アタッシュケース。その時、替え玉の男が投げ捨てたアタッシュケースが目に留まった。おう、もし、もしや。アチがそう思った時、カノが大声を飛ばしてきた。アチ君、ワゴンだ。ワゴンを探せ。ワゴン、またワゴンを使ってくるのか。言われてみれば確かにそうかもしれないとアチは思った。昼間のワゴンの爆発で瞳は危うく死にかけた。たまたまあそこにカナンが現れなければ瞳は生きてはいなかっただろう。多くの無関係な人たちも巻き込まれた。それほど大きな爆発だった。あれがこの交差点でもう一度起こったら、偶然は二度ない。今ここでワゴンが爆発したら、今度こそ瞳は死んでしまう。進むたちは自分だって無傷ではいられないに違いない。もう一度周囲を見渡す。近くにワゴンは止まっていない。交差点から伸びる通りにワゴンを何台か見かけた。見つけた。カノがその車を一台一台順番に確認していく。みんな動くな。爆弾は車に仕掛けられてる。車には近づいちゃいけねえ。アチは瞳や進むたちに向かって叫んだ。みんな不安そうな表情でアチのそばに近寄ってくる。そんな中、カノだけが爆弾を探して奔走していた。アチも一緒に探しに行こうとすると、瞳にギュッと腕を掴まれた。アチさん。首を横に振る。いや、だけど。アチが瞳を説得しようとした時だった。話してくれ。私はお前たちの心中するつもりはない。いきなりアルファルドの替え玉が暴れ出した。額に大粒の汗をかき、顔は真っ青になっていた。あいつ、あいつは。とにかくここから逃げろ。あれから離れろ。あれから。アチは替え玉の視線の先を追った。あ、ごめん。あ、今のリーランドのセリフね。そうやね。あ、アタッシュケースか。あれはまさか爆弾はあれに仕掛けてあるのか。まあ、そうやろね、多分。違うんかな。みんな逃げろという間もなかった。爆弾のある場所を突き止めた瞬間に、アチの体は吹き飛んでいた。くそ。もう少し早く。もう少し早く気づけば。気づけば。深い後悔に包まれながら、アチは意識を失った。え、なんで笑うの？なんか、だって、シュウさんが、ちょっと、かぶせてきたから。いえ、かぶせて言いたかったよ。そっかそっか。それを知らんと私は譲っちゃったよ。No.77。爆弾が爆発する。ってことは、アタッシュケースか。そうやね。替え玉やっちゅうことやね。あ、じゃあ、替え玉ってことになるのか。まあ、あの選択肢からするとそういうことなのか。替え玉をね、単に調べたら、まあ、でも替え玉自身を、リーランド自身を調べたところで出てこないよね。なあ、まあじゃあ、はい、うん、瞳だ。それやったら本命の最後の A が合ってるってことになるよね。まあまあ、とりあえず B でいきましょう。うん、瞳だ。少なくとも瞳は、なんだっけ、